はい、こんにちは、ジャマです。今回は、東方アルカディアレコード動画撮ろうと思います。ということでね、リリースした時からね、ちょっと遊んでいるんですが、まあ、初日はね、ちょっとアプリが落ちたりなんだりしてたので、あんまりね、いじれてなかった部分もあったんですが、今はね、結構普通に遊んでるんですけど、思ったよりね、難しいんだよね。なので、今ね、シナリオ、ノーマルの方は4の8でちょっと止まっちゃってますね。で、ハードの方は2の6で止まってますね。というような感じなんですが、まあちょっと4の8ね、実際遊んでみようかなと、動画撮りながらね、そんな感じですね。まあもしこれでクリアできないようなら、もうちょっとガチャ回してみようかなとも思うんですが、8月1日からね、イベントが始まるという告知も来てたので、まあイベント始まってからね、ガチャは回すのもありかなと思ってたりもして、まあただね、シナリオ、まあスムーズにね、進めていきたい部分もあるので、まあちょっとここはスキップしますけど、ちょっとね、突破できそうになければ、少しガチャ引いて戦力アップをね目指そうかなということでね、やってますと、まあ、結構ねこの辺まで来るとね難しいんだよね本当にまあ基本的にはあしまった、まあジャンプしたりね下がったりして避けるだけではあるんだけど、なかなかね、敵の攻撃の威力も上がってきたりして、避けきれないし、食らうとでかいし、みたいな、感じなんですよね。さあ、今回はどうだろう。あれ?なんか簡単にいっちゃったな。あ、あれかな?なんかね、装備カードみたいなね、やつを解放したんですよ、突然に。それをつけたから、なんかあっさりクリアできたのかもしれない。ちょっとここ苦戦してたんだけどね、少し前まであ、じゃあこのままちょっと4の9ボスまでやってみますか。ね、4の8で止まってた段階ではこのなんかね、この装備カードみたいなやつ持ってなかったんですが、なんか装備カードみたいなのを手に入れられる場所が解放されてたので、まあ、つけてからはね、ちょっとメインのシナリオやってなかったから、まあそういう意味でね、ちょっと簡単にクリアできたのかなというところですね。はい、じゃあちょっとボスまで戦ってみましょうか。いきます。ちょっとまあシナリオは、飛ばそうかな。後で見る感じで。はい、ということでいきましょう。さっきの感じで言うと、すんなりクリアできそうな気がする。強くなってる。オッケーオッケー。なんかね、装備カードみたいなやつでステータスの底上げができて、あれもね、組み合わせで威力が変わったりとかするみたいなので、それでね、ここちょっと強くなってるかなという感じですね。さあ、これならちょっとガチャ回さなくてももうちょっと先まで進めそうですね。さあ、機械チルのボスですね。とりあえず、上はちょっと危ないと。さあ、おそれとりあえず今のところは戦えてるね。あ、これ突破できるね、普通に。オッケーオッケー、あと2本しかないもんね。っていうか技とか打ってなかったし。オッケーオッケー、突破できましたね。なるほどなるほど。装備がなくて詰まってただけだったか。不死鳥の炎で全勝ってところか。はい。よし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 。さあこれで、ステージ4突破して、5の1まで来ましたね。確かね、5の1で、あれ違ったかな ?5 の1をクリアすると、5番目、5人目がね、解放されるらしいので、まあ、このままちょっと行ってみるか。シナリオの方は、飛ばしておきます。ということでね。行きましょう。さあ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 。
おっと、ちょっとやっぱり避けるの難しいね。上手い人なら全部避けれんのかもしんないけど、俺は避けるのは無理だわ。これある程度は食らってしまう。ちょっと待った、むしろ当たりにいってんじゃねえかってぐらい食らってんな今のは。ほい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 、さてさて、これもまあやっぱり受けるダメージがね、結構ごっそり食らってたんだけど、今回はそこまで大きくダメージ受けてないので、やっぱ強くなって突破できてる感じですね。 OKOK、 それならそれで問題ないっす。もうちょっと、進めていきましょう。このまま不死鳥の炎で全勝ってところか。ほい、これで5の1クリアで、そうだね、出撃枠解放となってたので、新しく誰か入れてみましょうか。どうしようかな。攻撃タイプ、みたいな感じの、こう入れたい気がするけどね。どうしようかな。そうだな、ちょっと、このまま終わっちゃうのもあれなので、一回だけガチャ回そっか。最後にね。そうね。まあ、どっち回そう。レームがピックアップされてるやつか、通常のやつかですが、一応こっち引いてみよっか。じゃあ今回は、ちょっとね、なんだろう、少し前に詰まってたところをね、やってみたんですが、なんか装備カードみたいなのゲットしてからは初めてだったので、まあ、まだ鍛えればね、突破できる余地があったみたいですという感じですね。まあガチャさんのね、元から星さんのキャラまだ1人しか持ってないので、まあ戦力アップにね、ちょっと10連だけ回してみようと思います。最後に行きましょう。はい、短冊はね、ちょっとアマホン終わるまではこれで行きます。さあ、よろしくお願いします。おし、オッケー、なんかある。私こそ飛風クラブ会長、すみのこさんですね。さあ、裏飯やと星1が続く。チルノも星1、ミスティアローレライ星1、ミスティアローレライ星1、この子も星1、メディスンメランコリー、この子も星1。さあ、星さんはいつ来るんだ。そろそろ、チルノが来る。そしてお、この子は初ゲットですね。初ゲット星さん。千人もやっているの。あなたがきちんとした人間になれるよ。はい、はい、千人もやってる。助言を送るわ。名前は茨城河川でいいのかな。名乗ってる方と上のやつと字が違うんだけど、木が入ってるのと入ってないのどっちが正しいんだろう。はい、星さん初ゲットできましたね。オッケー、じゃあ今回はね、これで、終わりにしようと思いますが、せっかく引いたのでね、この子は放っておくとすぐサボるのよ。5枠目でね、使っていきたいかなと思います。ということでね、木入ってる方が多分正しいね。ということで、まあ、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。